それではよろしくお願いします。遺伝研の谷田と申します。まあ、自分でキラーアノテーションパイプラインと言ってしまうのは結構、怖いところがあるんですけど、命名は、うちのボスです。まあキラーアノテーションと、まあ、言えるように開発を頑張れというメッセージだと受け止めて、まあ、やっていきたいと思います。まあ、自己紹介もすでに終わってますが、まあ、今先進ゲノムの、特任研究員をやってまして、ラボで扱っているのは昨年のゼニゲノム系であったり、最近新たにケイソウの、ゲノムを取り扱い始めました。それとともに、微生物アノテーションパイプライン DFAST というのを開発しています。で、今日のメンバーを見てみると、どちらかというと真核生物の人が多いのかなと思うんですけど、ちょっと残念ながら、微生物といっても、バクテリア、アーキアなどです、真核微生物の対象には入っていません。で、開発に至った背景であったり、まあ、動機というのは、まあ、今振り返ると2年前ぐらいから始まるんですけれども、まあ、ちょうど、2年前の、アノテーションでは、まあ、マイギャップから D ディビジョン登録がスムーズに、なかないいかない、どうしたらいいかと、まあ、そんな話題が、ありました。で、マイギャップというのは、まあ、遺伝圏でホストしている微生物、バクテリア用のアノテーションパイプラインですが、まあ、こいつは DDBJ の登録フォーマットを吐くことはできるんです。ただ、できるんですけれども、結構、問題があって、まあ、例えば登録に必要なメタデータは、マネジメントできない、まあ、自分でそれを付け足す必要があったり、あと、微妙に、書式が、足りない部分があったり、それも自分で補わないといけない。あと、もっと大きい問題としては、遺伝子名称が、まあ、結構バラバラに付けられているので、それらを、登録の査定で受け入れられる形に変えないといけないといった、まあ、問題点がありました。で、まあ、これは太田さんのツイッターですけど、データの解析からアノテーション、それから、登録まで、一括でできるような、そういうアノテーションパイプラインがあったらいいなというような、話もありました。で、NCBI にはそういうのがあって、DGAP という、パイプラインを提供しています。DGAP というのはジェンバンクへの、登録パイプラインに組み込まれているので、まあ、ここに登録したものは、まあ、そのまま、ジェンバンクに、登録できるというような、そういうシステムです。で、今、ジェンバンクに実際登録されるデータのほとんどがこの DGAP でアノテーションされている、という現実らしいです。ただ、まあ、当然これは、ジェンバンクの登録に組み込まれてますので、これを使ってしまうと全部ジェンバンクに行ってしまって、DDBJ には当然やってこないと。で、まあ、なおかつ DGAP っていうのは、登録をするための、まあ、サービスでもあるので、登録をしたくないけどアノテーションをしたいっていう人も、まあ、結構多いと思うんですね。そういう人たちには使えないという状況があります。多分多くの、その微生物の、研究者っていうのは、まあ、いっぱい、自分の持ってる株のゲノムを読んで、まあ、その中で、まあ、興味深いものがあったら、論文化して、まあ、論文化するから、データを登録したいというような状況があると思うんですけれども、まあ、アノテーションを、まあ、やってみないと、その、まあ、論文になるかどうかわからないっていうところも、まあ、結構あったりしますので、まあ、登録だけじゃなくて、まあ、アノテーションをしたいっていう場合には、まあ、ちょっと使えなかった、まあ、そういう問題点もあったりします。で、まあ、とにかく、DDBJ にそのまま登録できるような、参照データベースを用意して、そして、フォーマットとしても問題のないような、ものを吐き出すような、まあ、そういったツールが、必要だなというようなことで、まあ、この DFAST という、パイプラインを、開発を行っています。で、最初のリリースは2016年の1月ぐらいになるんですけれども、これは軽量アノテーションパイプラインの、まあ、プロッカというものをベースに使っていまして、それに、生物種群ごとに、キュレーションされた参照データベースを用意して、まあ、できるだけ正確なアノテーションをつけるというものでした。で、最初は、乳酸菌などから始めて、あと、その後、大腸菌であったりシアノバクテリアなんかにこれを広げています。で、さらに、メタデータであったり、アノテーション結果を編集するような、ウェブベースの、インターフェイスを、付け加えまして、で、まあ、DDBJ にそのまま登録できるレベルの、
ファイルを作るということを目的として、開発を行いました。でその後、いろいろとアップデートを重ねまして、例えば Web API によるジョブ投入とかジョブ管理ができるようになりました。でこれにより、例えばコマンドを使って、手元にあるタリオのゲノムを DFirst の Web サーバーに送り込んで、でアノテーションをずっと回して終わったら結果を一括して回収するような、大量のアノテーションが可能になったり、あるいは別のウェブサービスと連携して、DFirst にジョブを投入してもらうようなということも可能になりました。でまた、汎用的に利用できる参照データベースを持ち、用意して、乳酸菌とか大腸菌以外にも、一般的に使えるような、パイプラインに改良を加えました。で、一番最近のアップデートとしては、最初はブローカというものをベースにしていたんですけれども、これを独自のアノテーションエンジン、DFirst Core というふうに呼んでいますけれども、これに差し替えるということを、行って、やっと、バージョン 1.0 と言ってもいいかなというレベルのところまで、到達しました。で、最初に、DFirst をどんなものかっていうのを紹介したいんですけれども、紙芝居でお見せするよりかはデモンストレーションの方がいいかなと思いますので、ちょっと実際やってみたいと思います。まずこれは、一番最近開発した、スタンドアローンで動く、先ほど DFirst Core といって紹介した、アノテーションのバックグラウンドエンジンの部分ですね。コマンドで動くようになっていますね。実行するには最低限のオプションとして、ゲノムの塩基配列を与えてあげればあとは動くという感じです。で今与えたデータっていうのは、でも、はい、今のコマンドラインの中になんかシーケンスっぽいのが入ってるんですか？実はいろいろ実行方法があって、オプションコマンドラインの引数として、Gnome の塩基配列を与えることもできるし、今の場合は、コンフィグファイルの中に、ファスタファイルのパスを指定しているんです。で、こういうコンフィグファイルと、あとは DDBJ に、登録をするのに必要なメタデータがこうずらずら書かれたテキストファイルですね。この2種類を今、入力として与えて、今説明している間に一通り終わったという感じです。25秒ぐらいましたが、結果ファイルがこんな感じで、最初にメタデータ部分があって、その後ろの方にアノテーションされた遺伝子の情報が並んでいくという、こういうファイルを出力します。で、これをそのままあとは DDBJ に送って登録の査定をしてもらうという感じになります。で今の、パイプラインは、デフォルトのパイプラインをちょっと変えて、時間のかかる、ハマースキャンとか、RPS プラスの部分を、カットしてるんですけども、非常に高速に、動作することができます。その早くアノテーションできる、理由の一つは、アライメントに、ゴースト X という、ブラスト P より、数十倍から100倍ぐらい速いアライザーを使っていたりとか、あとはアライメントするときに2段階で参照データベースへの検索を行っています。最初に比較的コンパクトな乳酸菌用にキュレーションされたデータベースに対して検索を行って、でそこでヒットしなかったものに対して第2段階として汎用的なデータベースに対して当てているという、そういった工夫で、かなり高速にアノテーションができるという感じです。で、ウェブサービスの方は、こんな感じでトップページがあって、ジョブ投入する場合は、最初の、ボタンを押して投入画面に移ります。で、基本的にやることは、一つです。ゲノムの塩基配列の、ファスタ形式のファイルをアップロード、
あと、いくつかオプションがありますが、最低限としてはこれだけで OK です。で、実行ボタンを押すと、ジョブが走るという流れです。で、多分、1、2分ぐらい、かかると思いますので、一旦また、スライドに戻って続きを。こちらが、最初に、コマンドで見せた、D-Fast Core といってるアノテーションパイプラインの、基本的な特徴ですね。まず、ウェブだけではなくてスタンダードローンでも使えるように、したということですね。これはソースも公開してあるので、自由に使える状況になっています。それから、アノテーションのワークフローを割と柔軟にカスタマイズできるようになっていて、さっきちらっとお見せした、コンフィグファイルを、書き換えることで、かなり柔軟に、変えることができます。あとは、ゴースト X を使って、高速なアノテーションをしたりといった特徴があります。あともう一つ、今回力入れていたのが、シュールドジンであったり、フレームシフトの検出機能ですね。で、アノテーションのワークフロー自体は、特別何か変わったことをやってるというわけでは、ありません。先ほど中村さん言ったように、構造アノテーションで遺伝子の領域を見つけ出して、それに対して、機能アノテーションを行っていく感じです。ただ、将来的な拡張を考えて、今、いくつかのツールで、構造アノテーションを行っていますけれども、これらというのは基本、全部同じような、コマンドで動くように、内部でプログラムを組んでいて、別のツールに、差し替えたりであったりとか、新しいアノテーションツールを組み込んだりということが、比較的簡単にできるようにしてあります。で、遺伝子構造予測を行った後、それらの結果を集めて、で、例えば、お互いにオーバーラップしているものがあったら、それをどっちか、削除したりとか、コンティグの末端に予測されているものがあったら、そういうのを除いたりとか、そういった、作業を経て、構造アノテーションを行います。で、構造アノテーションはゴースト X を使った、検出であったり、場合によっては、ブラスト P が使いたければブラスト P ももちろん使うことができると。で、 RBS ブラストとか、ハマースキャンなどで、ドメインを、検出機能というのも、で、シュードジーンやフレームシフトの検出に関しては、こんな感じであります。まず最初に、候補となる遺伝子を探すんですけど、これは、通常のプロテインのアライメントの結果を用いています。何かしらの、参照配列にヒットしたときに、その一部にしかヒットしないようなものを、最初に候補として、リストアップします。で、そしたら、その後にその候補遺伝子の前後を延長して、もう一回、アライメントをするんですね。で、その時にラストっていう、フレームシフトを、考慮している、アライナーを使って、アライメントしまして、で、延長した領域がアライメントされて、なおかつその中に、ストップコドンであったりフレームシフトがあった場合に、それをシュードジーンとみなすと、こんな流れでやっています。で、実際これが時の結果なんですけど、例えばこの遺伝子に関しては、ここの部分にフレームシフトが、あるので、おそらく機能的には失われているであろうというようなことが分かります。で、ちなみにこれは、ラクトバジラスパラケフィリという、自分たちが使ったゲノムなんですけど、こいつは、禁煙のものとの禁煙の、シュートを比べて、グルコネートを代謝できないっていう特徴があるんですね。それ、割と際立った特徴なんですけど、なんでかなっていうのを、調べていたら、どうもこのグルコネートのトランスポーターが、フレームシフトのデリションで、分断されていて機能してないからなんだろうなということが、その結果を見てすぐに、判断することができました。で、あともう一つ、
この修道院の検出機能を使って、できるようになったことがあって、それは翻訳の例外を検出することができたということです。これかなり例としては少ないんですけれども、特殊な条件下では UAG とか UGA、 通常ストップコードになるものがセレノシステインとかピロイジに翻訳されていることが知られています。で、このような遺伝子に関しても、例えば、ここは、このストップコードンは U だから、参照配列になってみると、セレノシステインだということが分かったりします。で、こんなふうに、翻訳の例外があった場合には、INS 自身の、フォーマットに沿って、トランスレーションエクセプトというような、ノテーションをつけています。これは、アノテーション結果の例ですけども、大腸菌ゲノムの、アノテーションの例ですね。まず実行時間としては、プロッカもかなり早いんですけど、プロッカと、ほぼ同等ぐらいの、実行時間で終了しています。ただ、プロッカのデフォルトの参照データベースのサイズよりは、ずっと大きくて、20倍ぐらいの、配列数の、ある参照データベースに当てているので、そのことを考慮すると、かなり高速だと言えます。で、参照データベースのサイズも大きいので、遺伝子の機能が予測できた、数も、多いですね。このアンノーンファンクションっていうのは、いわゆるハイポセティカルプロテインとか、アンノーンプロテインとか、そういった類のものなんですけど、その数は、プロッカのデフォルトの条件と比べるとだいぶ少ない。で、あと大腸菌の場合には、通常セレノシステインを含む遺伝子が、3つあったりするんですけども、それもちゃんと、予測できていました。で、これは、NCBI の誇る PGAP に唯一かどうかわかんないですけど、勝ったってやつですね。PGAP も、セレノシステインの予測は十分うまくはいっていないということがあります。大腸菌含めて比較的、よくキャラクタライズされている、バクテリアであれば、デフォルトの、実行条件のままでも、十分実用に耐える結果が得られるのではないかなというふうに考えています。で、これは、実行方法ですね。ちょっと先ほども言いましたけど、最低限のオプションとしては、ゲノム配列を指定するだけで、もう少し、アドバンストになると、生物種名を指定したりとか、参照データベースを追加したり、ブラスト P を使いたければ、それを指定したりということができます。通常の解析であれば、多分これぐらいで大抵のことはできるだろうと考えています。で、もっと高度になって、DDBJ にそのまま登録したいという場合には、そのメタデータのファイルを与えてあげると、これの、コマンドだけでファイルができるという感じになっています。で、多分、ここでジョブが無事に行っていれば終わっていると思いますので、ちょっと結果見たいと思います。ステータスがコンプリートになってますね。今、終わってる状況ですね。時間は、1分20秒ぐらいで終わっていました。で、これが、結果のメイン画面で、左側に、ゲノムの、統計値ですね。遺伝子が何個見つかったとか、そんなのが書いてあって、で、結果ファイルはここからダウンロード。次の画面は、予測された遺伝子の一覧で、ずらずらと、遺伝子の名称が並んでいます。で、必要であれば、配列を確認して、 NCBI のブラストのサービスに、飛んで、ここから、気になる遺伝子があれば検索をしたり。で、簡単な編集機能がついてますんで、ここで、遺伝子の名称を、修正したりということは可能です。で、修正終わった後に、
最後にこのページになるんですけども、このページで DDBJ の登録のファイルを作ることができます。右側に日本語での、流れが書いてあるので、基本的にこれに従っていけばできると。で、登録に必要な、登録者名であったりとか、各種、データベースの、アクセス証番号などは、この入力フォームで、入力することができます。で、最終的に、得られたこのファイルを DDBJ に送付して登録を行うという流れです。今何も入力しないんで、この、登録者情報の部分では空欄になっています。こんな感じで、流れに沿っていけば登録ファイルを、作る、ことが、非常に、やりやすくなったんじゃないかなというふうに考えています。再び、スライドの方に戻りますが、あと先ほど大腸菌の例を、出しましたけれども、もう少し研究事例の少ない生物はどうかという例をいくつか出しています。これはキャンディダータスブロカディアシニカという、かなりレアな部類なのかなと思います。まずデフォルトで実行してみると、結構、ハイポセティカルプロテインの数が多い、あまりアノテーションできてないのかなというような問題点がありました。で、これは理由2つあって、まず1つはそもそもこの生き物があまり研究されてないグループなんで、参照データベースの中にの近縁のものが入ってないっていうのが理由と、もう1つは、部分的にしかヒットをしてないケースっていうのは結構あったので、それらがパーシャルジーンとして見なされてしまっているのがもう1つ考えられます。DFIRST ではパーシャルにしか当たってないものは、信頼性が十分ないということで、ハイポセティカルプロテインというふうにしてあるんですね。そのせいで見かけ上ちょっとハイポセティカルになったものが多いのかなというふうに思います。実際ここに書いてあるのがシュートジーンの数なんですけど、この683というのは、パーシャルとのヒットにしかならなかったものなんですね。それがかなりあったので、ハイポセティカルプロテインが多かったと。ここですね。ここアンノーンファンクションっていうと、これが、ブロッカーであったりとかマイヤップと比べるとちょっと多いぐらい。ただ多いって言ってもそんなに悪くはないと思うんですね。レフセックの、データと変わらないぐらいです。こういったものに関しては参照データベースを追加したりであったりとか、あるいはそのパーシャルと見なすかどうかのそのセレシフォールドをちょっと変えてあげることで改善することは可能です。あと、ゴースト X に関しては非常に検索速度が速くて、この2つ目とか3つ目というのはもっと大きな参照データベースに対して検索を行った結果なんですけれども、ブラストピー使うと25時間ぐらい、丸1日ぐらいかかるんですけども、ゴースト X 使うと30分ぐらいで終わる、50倍ぐらい速いという感じです。ただ、メモリの使用量が結構多いので、このラップトップだとちょっと難しくて、遺伝研のスパコンの中でかなりメモリを取って実行しないといけないという感じです。ただ、メモリの、使用量さえ許せば、ゴースト X かなり使えるんじゃないかという印象ですね。あと、ブラストビーとゴースト X でヒットした遺伝子に関しても、ほぼ、同じものにちゃんと当たってきて 97% 以上は、同じ遺伝子か、もしくは、同じ機能を持つであろうというものにヒットしてきています。それから、コサイ菌のアノテーションにも対応をしています。で、先ほどの1個前に見せた例と同じように、若干、ハイポセティカルプロテインの数が多いなというのはやっぱり、もう少し、アーキアの参照データベース、充実させる必要があるのかなと。あとはバクテリアと
やはりちょっと遺伝子の予測が難しいのかなというふうに感じるところはありますね。まあ、いくつか、改善の余地はあるとは思いますが、まあ、小細菌にも対応が、できたという感じで。多分一番難しいのは tRNA の予測なのかなと。まあ、中にはスプライシングがあったりするのもある。実際 NCBI のアノテーションの中でもその tRNA の、予測が失敗しててうまくいその P 学の結果でもうまくいってないが結構ある。ただ、まあ、小細菌のアノテーションはまあ、DFAST とか、まあ、ブロッカだけじゃなくて NCBI の P ギャップもあんまり正直良くないです。まあ、というのは DRNA の予測もあんまりうまくいってない感じですし、あとレフセックのデータの中には、まあ、ピロリ菌を含んだ遺伝子っていうのは全く入ってないんですよね。まあ、唯一今のところそのピロリ菌含んだタンパク質を、検出できるのは DFAST だけなのかなという、まあ、これも、P ギャップに混ざってる、数少ないと一つ。まあ、まとめになりますけれども、まあ、ウェブ版とスタンドアローン両方で利用可能な、DFAST というものを開発しました。で、今後の課題なんですけれども、まあ、あまり研究されてないものも含めてより広範囲な生物種への対応はしていく必要があるなというところです。まあ、一つには、オルソログデータベースの MBGD との連携という話がまあありまして、その MBGD でも GD で持ってる、参照配列を、アノテーションに使えないかというのを考えています。それから、生物種スペシフィックな参照データベースの GZ です。あとは、まあ、より詳細なアノテーションを目指して、まあ、例えば複数のアノテーション予測のエビデンスを統合して、まあ、どういうものを出すのがベストかっていうのを、まあ、検討したり、まあ、今は割とシンプルにブラスト P だったりゴースト X のトピットを出してるだけですけども、まあ、将来的にはそういったものは考えないといけない。あと、開始コドンの、位置が結構ずれてるっていうのは、あるので、まあ、これうまくその最適化する方法なのかな。まあ、やることいくつもまだまだあるような感じですね。あとは、参照データベースのアップデートとも関連してくるんですけども、まあ、日々、新しいことが明らかになってきていて、その最新の知見をどのように参照データベースに反映させて、でそれをアノテーション結果に、反映させていくかっていうのは、まあ、これからよく考えていかないといけないところなのかなと思います。まあ、DFAST の紹介としては、まあ、大体以上で、一応、今、アノテーションに合わせてと、まあ、というわけじゃないんですけど、ドラフトゲノムの登録4件ほど、行っていまして、今週から登録作業を始めました。11月13日月曜日の午前にバイオプロジェクト、バイオサンプル登録を行いました。まあ、これは、まあ、ちょっと若干こちらのミスで修正箇所指摘されたんですが、まあ、無事次の日にアクセッション発行されまして、で、その日の午後ですね、火曜日の午後に、登録ファイルを作成を、しました。これは先ほどの、コマンドで実行して作ったファイルですね。まあ、大体、1時間ぐらいでした。まあ、実行時間はすごく短いんで、まあ、主には必要なメタデータを、整理して、まあ、それを入力するのが、近くかかったという。で、昨日の、午前登録ファイルを送信して、まあ、今 DDBJ の査定を受けているというところです。で、まあ、DDBJ に行った後どうなるかという話は多分この後、真島さんが、してくれるのではないかと思っています。以上です。ありがとうございました。